あ、ベースすごいいいっすね。ベースのラインがね、あのピアフォン1の時よりね、はっきり聞こえますね。あー、やっぱこうキックの余韻というか響きがしっかり聞こえるんで、うん、気持ちいい気持ちいい。はい、どうぞです。今回はですね、前回から引き続きやっております、こう、イヤホンレビューっていうね、やってるんですけど、まあこうね、こういつも説明してるんですけど、アビオット TED01D を、まあ僕はよく使ってるんですけどね、こんなのね、1000円のイヤホンより安いよなんてね、言われちゃったもんでね、まあこんなの1000円のイヤホンより音質悪いボケみたいなこういうレビューを見てですね、いやいや、そんなことないじゃろうと。でもそれを証明するためには、まずね、一個一個ね、こう1000円くらいのね、こう誰もが買いそうな、なんとなく有名なイヤホンとかをちょっと買って実際に聞いて、こう、レビューをしていかないと分かんないんじゃないかとか、そんなことがあったんで、まずはイヤホンレビューからやっていこうって。で、最終的にこれを聞いてみて、じゃあそのレビューをやってみて、なんかまだまだまだやってって、これ、ね、これ、これ、いいやんけって言いたいがためのこの前段階として、イヤホンを一個ずつレビューしてるという企画でございますね。まあそんなことないですね。今回はちょっと待って、届かない。よし。今回レビューするのはですね、これじゃ分かんねえか。ピアホン2でございます。ね、なぜかピンク。ちょっと黒だと見分けつかないかなと思ってピンク買ったけど、これは絶対日常じゃつけないでしょうっていうね、こう完全にレビューだけで買ったでしょあなたっていう感出てますね。出てますね。でもね、3000円したんですよ。まあ、だからね、僕イヤホンはね、あの本当に使わないですよ。普段使いというか、外で使うならあの完全ワイヤレスのやつで全然いいし、あの部屋で聞くならこうミックス用のこう高いヘッドホンがあるんで、まあ、それでいいじゃんっつったら、イヤホン使うタイミングがどこだよっていうのがあって、まあ、普段あんま使わないんですけど、そんな中で言ったらね、この3000円のイヤホンなんて結構高い買い物なんですよな。まあ、だからこうね、僕からしたら結構いい音になってくれないとね、3000円も払ったんだから頼みますよみたいなね。まあ、そんなこともあってですね、まあ、ちょっと細かい仕様とかね、そういうのはあの毎回省いてるんですけどあのこれのイヤホンのいいところはね、あのこうマイクがあるところですね。マイクとコントローラーがあるんで、まあ、これで通話したり、こうあの聴いてる音楽を次に飛ばしたりなんだとかってできるのはこう、まあ、結構いいところかなと思ってるんですけど、つまりはこれ普段聞き用というか、普段からも使えますよ、まあ、普段から皆さん日常でお使いください、そういう仕様になってますよっていうメッセージなのかなと思いまして、まあ、結構音質にも自信はあるし、使い勝手もいいし、もう全体的にバランスのいいイヤホンになってること間違いないでしょうと思っております。まあ今回もですね、こうピアホンだからといって、例のピチップみたいなのはちょっとつけずにやっていこうかなと思います。まあそれはさておきですね、まあ今回のプレイリストこういう感じで作ってるんですけども、今回も、凛としてシグレーのね、アブノーマライズを、ちょっと加えて、こうピアホンなんだから凛としてシグレーいい音でしょっていうのをちょっと、まあこれでもいい音でしょう、おそらくちょっと証明されるんじゃないかな。前回のピアホン1がね、結構凛としてシグレーは良かったんですよ。うん、バランスよく聞こえましたね。全部がはっきりくっきり凛としてしぐれの曲は聞こえたなって気がしたんで、まあおそらく2と銘打ってるからにはまたちょっと音の方向性も違ってるんだろうけど、まあ、それでもこうバランスよく聞こえるようになってるんじゃないかなと思ってます。まあじゃあ早速いってみましょう。よろしくお願いします。リサさんのグレンゲ。あ、なんかピアノのね、こう低いところまで今日聞こえますね、イントロの。おお、あ、低音強いっすね。ははははは。なんかこうサイドのギターも結構迫力あるし、ベースがすごい主張が強い感じしますね。ただボーカルがちょっと引っ込んでるかも。うん、ボーカルがね、あんま前に出てこないで、ちょっとぼわついた印象にはなってますね。ためのね、ドンドンみたいな、そういうとこがいいな。この僕をどんどん連れてどんどん進め、こうドゥン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 みたいな、ここめちゃめちゃ迫力ありますね。うん、あのギターはすごいこうサイドからも迫力があるし、ベースもすごい強いけど、あの何をやってるかはちょっとやっぱわからないだからちょっと低音が強いのはいいけど、その分ちょっとはっきりくっきりしなくなっちゃったかな。うん、あ、でもあのなんかダーダーダーンダーンダーンみたいな、ここのギターはね分かりやすい、かっこいい。あー、この2番の A メロのドゥン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 って、こう
がね、やっぱ低音がボワーっとしてるからかね、あんまアタックが聞こえづらい印象ですね。まあでもベースは比較的聞き取りやすい方かな。うん、ベースラインとかこうピッキングもなんとなくはわかるんで、そこは全然いいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次、エメさんの片思い。なんかすごい近いな、こう声もギターも、あんま距離感はそんなわかんなくて、こう両方とも目の前ですごい鳴ってる感がありますね。うん、ギターのちょっと低音源の部分とかもよくなんか低音が強調されて聞こえるんで、サビの部分のね、こうドゥンってこの感じはね、いいですね。こう広がりもあって余韻もあって、うん、低音が比較的前と比べるとね、他のやつと比べると聞きやすい印象です。あとこのサビのこれ全然耳に痛くない。うん、そう、これくらいが欲しかったっていうなんか広域の感じは調子いいですね。うん、なんかキックのアタックの部分とかも全然気持ちいい。ああ、だからこう、ピアフォン1で、多分、シャリッとしすぎたなと思ったんでしょうかね。そこを修正してきて、低音足りなかったなつって、低音修正してきた感、すごいですね。なんか、アップデートしてきた感じありますね。はい、次、ベイビーメタルのギミチョコ。ああ、ギター迫力ある。そう。そうなのよ。こう、メタルのギターってこういう感じだよねっていう低音はすごい出てる。まあ、その代わりね、ちょっと低音出すぎて何やってるか分かんない感もある。だからちょっとモワーっとしてる感はちょっと強いですね。あ、でもね、ボーカルは比較的聞きやすいかも。うん、あ、結構はっきり聞こえますね。で、サビはギターはすごいサイドかっこよくくるんだけど、ベースがすごいちょっと主張が強くなりすぎてるかな。聞き取りやすいけどなんかベース強めって感じ。ベーシストは逆にいいのかもそれくらい低音強いですね。で、すごいこうメタルドラムだから全部ビチバチしてるんだけど、その中でもキックの低音感というかね、どうなり感も感じることはできますね。はい、ワンオクロックの完全感覚ドリーマー。うん、キックめっちゃかっこいいですね。最初のイントロのタトとタトとタンタンみたいな、はいはい、すごいね、ドラムのキックがかっこいいです。ドラムのキックの存在感が強いんで、うん、これはドラマー聴いてて気持ちいいですね。うん、こうギターもね、ブリッジミュートの音とかもね、すごいキャビが鳴ってる感ってすごい聞こえますね。あ、これなんか曲と相性いいですね、このイヤホン。うん、結構バランスよく聞こえるかなっていう印象ですね。うん、ベースのラインも比較的はっきりくっきりしてるし、でも低音感ってのもしっかり強調されてるんで、サビになった時には、あ、気持ちいいな、全体バランスいいなっていう感じが、まあ、とにかくね、こうキックの気持ちよさっていうのは素晴らしいかな、この曲に関しては。え、じゃあエルレガーデンの効果線。うん、なんかやっぱ近いですね。こう最初ギターとボーカルだけなんで、その距離感っていうのがすごい近い。まあ、なんだろう、距離感がなくなっちゃったと言われればそうかもしれないけど、まあでもギターのね、やっぱ気持ちいい低音の部分が出てる。ね、このミックスだと全体でサビになった時にちょっとベースは分かんないですね。ベースとドラムが比較的奥に引っ込んでて、もう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 もわもわっとしてる感じはあるかも。まあギターもね、はっきりくっきりはしてないんだよな。なんかちょっと低音がな、嫌な方向に行ってるかもしれないですね、この曲に関しては。うん、ボーカルもな、ちょっと、もうちょっとハイが欲しいなっていう、こう、抜けてこない感じ。とはちょっと感じるかも。じゃあ、はい、さい、凛としてしぐれのアブノーマライズ。うん、なんかイントロからかっこいいっすね、やっぱね。ああ、やっぱこう、キックの余韻というか響きがしっかり聞こえるんで、うん、気持ちいい、気持ちいい。あ、ベースすごいいいっすね。ベースのラインがね、ピアフォン1の時よりね、はっきり聞こえますね。うん、ギターもかっこいいっす。まあ、ただなんか、ベースの主張が強くなった分、ドラムが若干奥に引っ込んだかなっていうね、こう、キックの存在感とかもね、ベースがあんま鳴ってないところでキックを聞くとすごいかっこいいんだけど、まあ、こう、ベースがすごいラインをね、弾いてる時に、こう、ドラムが、バーンスってバーンみたいなことやってる時にはちょっとキックの存在感が薄いし、スネアもね、あんまはっきりくっきり聞こえないですね。じゃあちょっと距離感が遠くなったかなっていう。ただボーカルめちゃめちゃはっきり聞こえますね。全部がいいとこで聞こえます。うん、でもやっぱドラムが奥に引っ込んでるな。
だ正直ピアフォン1の時の方が僕は好きかもしれないですね、これ。じゃあ、アビーチの Wake Me Up。うん、ちょっとアコギがもわっとしてるから、うん、なんか弦の錆びたアコギで弾いてる感あるかもしれん。まあでもボーカルはね、こう比較的聞きやすいですね。はっきりくっきり。ああ、聞く気持ちいいですね。ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン。これこれこれ。まあ、ただ、んた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 っていう、ハンドクラップの音が聞きづらいですね、ちょっとね。ああ、でも、このサビの、てんてん、たたららん、たららたんてん、たたららんてんってところ、キックめっちゃ気持ちいいですね。わかるわかるわかる。このキックの感じは好き好き。うん。ああ、EDM 聞いてるなぁ、みたいな感じがすごいあってね。ああ、これは結構このキックの感触は好きかも。まあ、ただ解像度が高いか、みたいなところで言うと、ちょっと低音でマスキングされちゃってる部分もあるかなっていう印象ですね。はい、じゃあ次、テイラー・スウィフトの Shake It Off。ああ、やっぱ、なんだろう。ちょっとこの曲ってオールディーなキックなんですけど、なんか60年代っぽいこうドラムの音なんですけど、まあでもね、こう比較的なんだろう、どうなり感というかね、こうサスティンの感じがキックの音から聞こえて、あ、なるほど、こういうなり方してたんだっていうのはちょっと発見ですね。こう今までこうピアフォン1とかね、セブンのイヤホン聞いてきた身からすると、ああ、なるほどなるほどっていう。ただね、今までの他のイヤホン、今までのセブンイヤホンとかピアフォン1とかだと比較的なんかドラムのこう立体感みたいなのあったんです。あ、この曲ね、結構なんだろう、シャリが強めなイヤホンと相性が良くて、なんか比較的ドラムはね、まともに聞こえてた曲なんだけど、ただこの曲だと結構なんだろう、ドラムがベターって張り付いてる感じ、あんま奥行きとかそういうの、立体感みたいなのを感じなくなってるかもしれない。この曲に関して言えばピアフォン1とかセブンイヤホンの方がドラムはかっこよく聞こえたかもな。あのね、テン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 、ふんふんってこのふんふんのふんっていう、この低音、低音っていうかなんだろうね、こう喉の鳴ってるこのふんって振動の感じがちょっとくどいこのイヤホンだとなんかふんふんっていうとね、すごいなんかもう耳元でふんふんって言われてるような、ちょっとくどさは感じました。あんま今までのイヤホンだと感じなかった部分を感じるかな。だから低音は強調されてはいるけど、ちょっとくどい、ちょっとくどい低域の感じさせ方をちょっとしてますね、この曲だと。うん、やっぱサビのこうシンセベースみたいな、すっごい低いところになってるシンセベースみたいなのは、あ、なるほど、すごい低いのがなんか鳴ってるなみたいな、こう振動してるな感はね、しっかり伝わるんで、あ、比較的なんだろう、この曲の狙いたいこう低音感は出てるのかなっていう感じはしますね。はい、次、Bring Me the Horizon のドローン。まあ、ちょっと、もう、もわーっとしてはいるけど、でもね、比較的、こう、音圧あって聞こえるんで、かっこいいですね。ちょっとね、この、静かなところでのボーカルってのが、こう語りかけるように歌うじゃないですか。そこの低音感っていうのは、ちょっと、くどい。ちょっとね、あんまここ出てほしくないんだよな、っていう低音の、なんだこう男性の声のちょっと低音のうるささ、だから、ふんふんって、さっきのシェイクイットフのふんふんってのがすごい強調されて聞こえたって、そこと同じ感じですね。もうちょっとすっきり聞きたいかなっていう。あとね、ベースが強いもんで、その後にこうバンドインしてた時に、ボーカルがちょっとなんかぐしゃっとして、ちょっと後ろに引っ込んじゃう感じ。あんまなんかボーカルがはっきり聞こえないな。あの、hold on, hold on, hold on, ちょっとディレイかかって下がっていく。あの余韻とかも聞こえない、ボーカルが。で、あとね、この曲やっぱ結構スネアも、なんだろう、ローが強めなチューニングしてるんだけど、そこでもね、ちょっとスッキリしないんですよね。あの、スッキリしたローの出方じゃなくて、スネアの一発音、タタ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 タ、ここのタタタタタっていうのがスネアの、スネアからもなんか低音感、ドゥン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 ってちょっと、これはね、あの、好みなんだけど、あんま嬉しくない低音の出方だなっていう感じがしちゃいますね。で、本当は、あの、もうちょっとアタックがはっきりしてて、欲しい部分がちょっと低音でもわついちゃってる。アタックが弱く感じる。この曲ちょっとドラムあんまハマってないかもしれないですね。キックはね、低音感あってかっこいいんだけど、ただベースもそれ以上にモワっとしてるんで、全体的にマスキングされちゃってる感じに聞こえます。うん、だから全体的にベースの印象が強くて、
ベースをちょっと下げてみたいな、こうベースの音がいろいろマスキングしちゃってて、ボーカルもドラムもちょっと隠しちゃってるかなっていう感じに、このイヤホンだと聞こえちゃいますね、この曲。はい、じゃあ次、アリアナ・グランデのセブンリンクス。あのね、もう最初のパッドの、トゥン、トゥン、トゥン、この、トゥンっていうシンセパッドのトゥンの固定域がちょっとくどい。うっせえな、なんだろうな、低い音だけどうっせえなってなる感じの。あ、でもこうね、A メロに入った時のね、こう、ドゥン、パン、ドゥン、プトゥン、ブン。で、ここの、ブンっていうこの、低域の響き方は結構好きかも。うん、やっぱこう EDM 聴いてるな感っていうの、低音はありますね。でね、スネアも痛くないんですよね。他のイヤホンで、今までのイヤホンだと結構痛って、そこのスネアが痛かったんだけど、あんま痛く感じないんで。でね、ボーカルもね、比較的すごいちゃんと聞こえますね。うん、何やりたいかっていうのがすごい伝わってくるんで、この曲は結構ハマってるかなって印象でした。はい、じゃあスリップノットのサイコソーシャル。うん、こうギターの低音は出てるんだけど、その代わりちょっと引っ込んだかな。うん、高域が弱いというか、なんか、うん、ギターの低音はいいんだけど、結局ちょっと抜けが悪い感じ、低音強すぎて抜けないねっていう感じのギターの音になっちゃってますね。で、なんでかね、ドラムが結構奥に引っ込んで聞こえるんですよ。うん、あのタメ回しのね、こうサビ前のトル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 みたいなタメは結構はっきり聞こえるんだけど、でもね、キックがなんか引っ込んでる。ただその代わりね、ボーカルは比較的聞こえるかな。で、まあちょっとギターのブリッジミュートの音もちょっとあのロー出すぎてて、なんだろう、やっぱキレがない音になってるというかね、うん、ちょっとやっぱね、ギターソロになってもこうセンターの部分のね、音量が弱く感じるんで、んー、ちょっとギターソロよりバッキングのサイドのバッキングの方が音でかくないみたいな感じには聞こえますね。でもあのギターソロ終わりのダラッツッツッダラッダラッツッダラダラッツッダラッみたいな、ここの部分はね、あのドラムもギターもね、全部かっこいい、バランスがいい。だ、もしかしたらやっぱベースがすごい、なんかベースもね、あんま聞こえない、聞こえないんだけど、多分すごい存在感があるというか、ちょっとマスキングしてるって意味でね、存在感があるっていうかね、他の楽器の音を覆っちゃってるんじゃないかな感に、ちょっとこのイヤホンだと聞こえてしまうのかもしれないですね。はい、そんな感じで、ピアホン2のレビューでした。どうだったでしょうか。まあ、全体的な印象としては低域がかなり強くなりましたね。で、ピアホン1の時は低域はそんな強くないんだけど、シャリが強いみたいな。で、今回はドンシャリのドンみたいな。だから、ピアホン1がドンシャリのシャリだったのに対して、ピアホン2はドンシャリのドンでしたね。まあ、ちょっとまあ、あの曲を聴いてる時にも言ってたんですけど、ちょっとね、ものによってはベースが強すぎて、ベースがこうセンターじゃないですか、ベースが鳴ってるのって。で、そのセンターにあるドラムのキックとかスネアの音とか、まあ、ボーカルの音とかを結構マスキングしちゃう。マスキングっていうのはこうなんか覆っちゃうってことですよね。覆っちゃうってことは結構はっきりくっきり聞こえなくなっちゃうんですよね。ベースがすごい強くて、他の楽器とかボーカルが後ろに下がっちゃうって現象が起きる曲もあった。でもね、あのワンオクの完全感覚ドリーマーとかは今まで聞いた中で一番良かったですね。なんかピアホン2にすごい向いてる。全体的にバランスがすごいよく聞こえました。まあ、ただ大部分の曲で低域が強すぎ問題ってのが起きるのかな。まあ、すごいなんか低音すごいモワーってなってんのが好きな人は結構いいと思うんですけど、ただちょっと全体のバランスを考えたら、全体の楽器がまんべんなく聞こえるかっていうと、ちょっとそうじゃないのかな。でもやっぱ EDM のね、キックとかはハマりますね。ドゥン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 、それはすごい気持ちよく聞こえた感じでした。まあ、だからなんだろうな、状況に応じてピアホン1とピアホン2をこう使い分けるのは全然ありかも。だから3000円になったから、こうピアホン1がね、こう1600円、1700円くらいじゃなくて、1300円分くらい音上がったのかって言われると、まあそうじゃなくて、なんか違う方向性でまたちょっと持ってきましたよみたいな。そういう印象ですね。まあ、ただ同じ値段帯のイヤホンだと iPhone 純正とかがあるんですよ。
3000ちょいくらいでね、 iPhone 純正のイヤホンがあって、バランスだけで言うとね、 iPhone 純正の方が僕は好きかな。なんかフラットに聞こえるんだよ。これなんだろう、音楽を作った人とかミックスした人が何をやりたいのかっていうのがはっきり分かるってのが、なんかこうフラットなタイプのイヤホンのいいとこだと思うんで、だそういう意味ではやっぱピアホン1も2もこう、ね、1はこう高い部分がね、2は低いところがすごい強調されてるんで、もうちょっとフラット気味な方が僕は好きなんですけど、まあでもな、完全感覚ドリーマーとかめちゃめちゃハマってたしな。まあだから基本邦楽ロックみたいなのがハマりやすいのかなとは思いました。まあ、あとあのピッチップに関しては、どうしてじゃあ使わないのみたいな話なんですけど、いやあの効果の程とか云々っていうのは僕は使ってないんで言えないとこはあります。でもだからネットの情報とかを鵜呑みにしてね、こう批判だけするのとかってね、良くもないと思うし、まあ、絶対いいですよっていうのもちょっと違うなとは思うんで、まあ、ただ思うのはそのなんか、まあ、貼って剥がれたらもうその効果は保証しませんみたいなね、2100円してで、ちょっとそれきついじゃないですか。そのなんだろう、オーディオマニア的な人というかイヤホンマニア的なとかそういう人たちにとってはまあまあそういうのも醍醐味なのかもしれないんですけど、でもこうなんか普通にイヤホン普段使いしたいなくらいのノリの人にはやっぱ2100円で買ってで貼ってで剥がれたらもうアウトみたいなね、ちょっと厳しいよな正直なっていうのがあるんで、で逆に最初から貼ったモデルとか出してくれればって思うんですけど、どう？このピチップ内蔵イヤホンとかね、これピチップね装着モデルみたいな、そういうのあったら僕ワンチャン買ってましたね。でこうあの現行品と比べるみたいなね、だわざわざ自分で買って自分で自己責任で貼ってんで剥がれたらアウトだよみたいな、ちょっとその装着するところの責任をちょっとユーザーにね、ちょっと押し付けてはないけどちょっとユーザーの任意になっちゃいますよ。なんかまあなんかこうユーザーのね、こうあなたの責任でやってくださいねみたいなノリなのが、イヤホン初心者というかね、こうなんかあんまりそういうレゾナンスチップみたいなのを装着するっていうことに慣れてない人からしたらちょっと不安っすよね。ピアホン1なんてね、そのピアホンの値段より高いものを使うわけだから、ちょっとそういうリスキーでギャンブル的な感じに僕は感じちゃうので、音が良くなる良くならない以前に、いや最初からついてるものを発売してくれればいいのになっていう個人的な感想なんですけど、これどうですかね。あの本当に効果のほどは知らないです。知らないから言わないけど、値段的にも試したいって思えないギリギリの高さなんですよね。ピアホン2なんてね、多分5000円超えちゃうわけだから、そしたら5000円でもうちょっといいイヤホンそもそもあるんじゃないのっていう風にもなっちゃうし、まあ、僕的にこうイヤホンに5000円って結構まあボーダーですね。ちょっと高いラインというか、3000円くらいまでならギリ買えるけど、でまあね、こうレゾナンスチップ買ってピアホン1と2でこうなんかね、同じものを貼り付け変えられたらそれはそれでなんかいいなって思うし、でもこう貼り付けね、こんな二度付け現金じゃないけど、そうそう、そう思うとリスキーなんですよね。ちょっと怖いんですよ。まあだからなんかある意味こう真のファンしか踏み入れられない領域みたいな、ちょっとふるいにかけられてる感もあって、だちょっと親切度がそこでは俺は足りないかなって感じましたね。そこだけ売り方、売り方だけ、まあ、ネットでの評判とかはいろいろ聞くけど知らん、まあ、っていうか関係ないとこで話をしてます。はい、まあそんな感じでいかがだったでしょうか。まあそうだね、こうイヤホンレビューもね3つ目に来たけどね、あなんか意外とだからフラットなイヤホンって少ないなっていう、まあ、一応なんか有名どころを買ってるじゃないですか、ピアホン1,2とかなんか僕 SNS で話題になりましたとか、まあセブンのイヤホンってなんかまあ無名なんだろうけど、なんか一応誰でも手に取りやすいみたいなあって、なんか一応なんかみんな結構使ってるんじゃないかなとかって勝手に仮説を立ててみたんですけど、意外とだからフラットめなイヤホンって少ないですね。まあもしねこうなんか今まで紹介してる値段帯くらいでなんかめちゃめちゃフラットなイヤホンあるよみたいなのがあったらちょっと教えてほしいくらい、まあなんか僕のこう出してるプレイリストってのもなんかそんななんか死ぬほど偏りがあるわけでもないんじゃないかなって思ってるんですけど、まあそんなことないかな。
結構趣味によってるかな、結構なんか YouTube とか Spotify の再生数とかで決めてたりするんですけど、まあ、それがなんかね、こういう曲がなんかモニターにいいですよみたいなのを教えてくれたらちょっと嬉しいかなと思いますし、まずなんかそんな感じでこうなんか皆さんの役に立ってるレビューが少しでもできたらいいなと思いました。まあ次回もですね、こうまたイヤホンレビューやっていきたいです。まあなんかあともう一個こう有名なこう中華イヤホンのね、有名どころがあるんで、それを持ってるんでちょっと試してみたいなとは思ってます。まあそんな感じですね。まあ僕はこうですね、こうボーカル、ギター、ベース、ドラム、DTM とかのまあレビュー系の動画だったりとか、まあイヤホンもね、そうなんですけど、まああとはこう僕全部俺みたいな、こう一人バンドみたいな、こう全パート自分で演奏して自分でミックスやってみたいみたいなカバー動画とか出してたり、友達とですね、こうバンドカバーミュージックビデオみたいなのをこう自分たちだけで撮って自分たちで編集して自分たちでミックスしてわーって音源にしたりみたいなことやってみたりとか、まああとね、こう怖い話とかラーメンとかが好きなんで、まあそういう雑談動画、友達と話してる雑談動画みたいなのをちょっと上げたりとかします。まあそんな感じのね、まあぜひあのコメントとかね、高評価とかなんかチャンネル登録とかなんかみたいなのをね、ウニュ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 ウってことをなんかまあもしなんかね、少しでもいいと思ってもらえたらやってもらえると嬉しいなと思ってます。まあじゃあまた次回お会いしましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。